互いの読み合いがどういう形になるか。さあ、仲間ゲットです。いやしかし屋根上から少し車線が通ってしまっていたか。ワンワン、ワンワン制するのは、いや結果的には DTE が競り勝っていきます。さあ、お化けはこう挟まれる形になり、結果的にシャーリーお化けが残って残り3枚しかない。さあ、12番チームのジョーカーからの接敵もかなり厳しい状況。さあ、グリを投げられて、いや、ここで沈む。ジョーカー、老害選手のプレーが見事に下がっていく。この位置にいましたよね。さあ、この位置にいる老害選手、確実にグレで確定キルを狙いに行く動き。いや、なかなかいいグレの投げ方をしていましたね。バーダル、バーダルが1枚仕留めていきますね。いや、なかなかいい接敵。ミルクティーの皆選手、確定キルまで持っていかれます。さあ、一旦これ、蘇生優先しに行きましたね、こちらの選手。さあ、そして、その回仕留めて。ジョーカーは相手にしなければいけません。いや、しかし、ダメージ。いやー、ここでドマルキ。そして、確定まで入れていきます。さあ、草毛。いや、ここはバレずに、ひっそりとしていきたい。乗り物を発見しました。さあ、このまま、スザ君と当たるでしょうか。いや、ジョーカーに気づいたか。ジョーカーの栄養選手がクリップスを落としたんですが、ここをきっちりと、黄昏の宋選手がジョーカーを落とし切っていきます。さあ、残り4パーティーという形に。ここで打ち破れる。さあ、乗り物を発見しました。しかし、そこからここで潰し切っていきました。安作の乗り物を発見。さあ、これで残っているのが須作のこちらの選手ですね。いや、最後はここ決め切ったのは7番チームの能力者。まず1戦目ナイスドンカと取っていきました。おめでとうございます。ここではミュー選手1枚、ただ能力者1枚落としていきます。確定まで入れ切っていった。敵発見。敵発見。ここは能力者カバーに入りますね。さあ、江戸さん、いや、ここ一気にミュー選手のところ、タク選手の確定入れられない。これは初動で結果的にはでも2回いたんですけど、でもコアラさんミュー選手が飼育動きを取っていきます。いや、これは引かれてしまうんじゃないかな。いや、コアラさんミュー選手、ここはもう追いかける選択しか。そしてアナスタシアがきっちりここ、バーナルの方を見てるんですね。さあ、ここで光るか。いや、光っていく。ゼアリー、きっちり決めていきました。359m の幅の一発入れていきましたか。アナスタシア、いや、後ろから撃たれたか。さあ、アンフェールが残り、1枚選手のこちらの歌選手のみ。そして、気づいたんですが、いや、なんか車に乗って車が逆にパチンコのように跳ねていきましたね、今。結果的にこれアンフェイルの歌選手だけ逃げ切ったような形になりました。いやー、アナスタシアのこの位置、1枚だけダウンをもらうだけで5キルを獲得。アンフェイルのところに黄昏が詰めてきます。さあ、ここで黄昏を1枚落としたとき、ただ外側から撃たれているんですが、残り何か射線を切っている。影田が倒され、ラック選手、ここに応急処置キットがあります。ただここ後ろからミルクティーをつけている。ミルクティーがここで1秒つけてきます。で、何としても確定が欲しいところ。さあ、1枚確定を持っていくミルクティー。さあ、グレが投げられて大丈夫か。ミルクティー選手がここで沈めていくか。ミルクティーバフが逆に沈められて、ミルクティーここで。さあ、最後これがグレが刺さるか、それともジョーカーが1枚でも落とされてしまうのか。さあ、いや、最後は窓枠、ここをきっちり見ていました。12番チームのジョーカーがドンカツをもぎ取っていくという結果になりました。おめでとうございます。個人のキルがもうかなり囲まれている。ロングいいところを見せれるか。さあ、パッチン選手、いや、ここでも死んでる。すぐに1枚抜いていきましたね。敵発見。さあ、そしてここで夢選手が確定を持っていきます。さあ、詰めに行きます。いや、決めたのはコウ選手でした。ここは最後 MP を決めてきます。いや、しかしここでケイ選手が逆に落とされたんですが、ここでレブ選手がナイスなカバーを見せていく。さあ、ケイ選手、選手だけがここにいるんですが、さあ、ここで魚を打って、これね、魚でたまにバグで回復したりとかあるからね、めちゃくちゃギリギリ狙いますね、コウ選手。よかった、回復しました、コウ選手。今は
アゲハチョウの石ですが、アゲハチョウの石を敷き込む装備。確かに大戦車ですね。シピが戦車をしながら、王様シピのアゲハチョウを迫るんですが、アゲハチョウの攻撃を守りたい。シピが落としてる。そして次々にアゲハチョウを落としていきます。敵発見。シピも2枚だ。敵発見。この式と落とされて残っている式は一枚精度ですね。ここを綺麗にジャンピングで落としていったアゲハチョウ、この猛攻に3枚ダウンはもらいましたが、15番チームのスザクもこの位置でジョーカーザノ選手を続けている。さあこのグレー刺さるか。いやーダメージ、71ダメージ当たっておきゃ。これもいや銃で撃ってもよかったような気がするんですけどね。しかしザノ選手ここ逃げないんだ。当たるんじゃないこのグレー。いや当たるよねスザク。いやジョーカーザノ選手のグレーが、あ、佐野選手にね、腕が綺麗に刺さっていきました。さあ、そして、アンチも打っていきます。佐野選手、ここは銃では倒さないんですね。いや、ここで一気に銃で、やはり倒しました。銃声を鳴らしてなかったところですよね。今、バーナーが見てましたね。敵発見。さあ、フレックスのお化けがやりやがらしました。いや、ここで、フレックス、ダンスメックスがここで引いていく。2枚のお化けを引いていきます。さあ、そして確定機能を入れていく。残っている、お化けの選手に気づけるかな。終わりましたね。AK、え、違う、復帰選手が決めてます。さあ、人数乗り物を発見しました。7番チームのアナスタシア、そして1番チームのフレックスが人数を残せているという状況。いや、これ、コウ選手気づいた。敵発見。いや、違うね。コウ選手に投げたで、やっぱり。いや、これ、コウ選手。グレで飛ばされる。これ、アナスタシア、マミシパ・ディー選手の2パーティー。さあ、ここで一気にシロピッチ選手。詰めるよと思って、ここで、いやー、クリックを押さえていく。敵発見、敵発見、発見、敵発見。さあ、ここを追い詰めて、最後は決めていきました。ナイスなドンカツ、アナスタシアが決めていきました。